さあやってきました、秋亀山ですね。こんにちは、山城と申します。さあ今日はですね、亀山にやってきてますよ。まあ、亀山は亀山、秋亀山ってことでね、何線でしたっけ。まあ、当然初めて来ます、秋亀山。せっかくね、実はね、本当はね、この後ネタバレをすると、私三重の亀山経由で四日市帰る予定なんで、まあ、亀山から亀山までの間もね紹介できればと思うんですが、こんなスマートなんですね。電車が到着した際はドア付近を広く開け、降りられる方優先でお願いいたします。すごい、ここって感じですね。広島からずっと来て、壁線ね、壁線乗ってずっと来て、終点が秋亀山まで来ましたよということですね。一応今後の工程で、ね、こっちの動画でもう行っちゃっときますと、秋亀山からこの後ね、五日市に乗って、五日市から四日市まで行こうというサンダーなんですね。まあ、いつものごとくちょっと茶番ですけどね、五日市から四日市、すぐ近くだろうということでね、鈍行で行こうということなんですよね。あ、でもチャージできますね。せっかくならチャージしておきましょう。チャージ、あ、こんな感じでできた。チャージで、はい、入りますね。アインにやっちゃいますね、こういうこと。いや、やれやれ、見えと被ってるってことで来てるわけですけど、実はね、もう一個ね、気になってるのがあって、これ亀山駅でしょう。まあ、どうもこっちの前の駅で見た方が近かったみたいですけど、ここにね、四日市役場ってあるんですよね。やっぱり四日市市民としてはね、やはりこの四日市役場ね、これ市役所で住民票でも取りましょうかね、なんてね、思ってるんですけど、取れるのかな。ちなみに今絶賛工事中みたいですね。なんかまたこれ綺麗になりそうですね。ちなみにこれは、広島市なんや。ここ広島市なんですか。まあすごい派手に工事やってますね。さあじゃあね、できましょうね。亀山という町を見てこうじゃないですか。亀山中学校はこっちに来てます。あ、そうですね、広島市のマークになってますね。へえ、ここも広島なんやね。あ、こんにちは。ちょっと上からずっと上から行きます。そこが中学校なんかな。あ、今日は学校はやってるんですよね。一応月曜日の赤日ですからね。うん、明日は祝日だとかになってますけどね。そこに小和堂駅あるんだ。ちなみにこういう時ね、普通はね、ちゃんとした YouTuber の方でしたらね、ちゃんと事前に調べて、ここにこういうのがあるとね、それに沿ってですね、ちゃんと、押さえてですね、やるもんであって、例えばですね、秋亀山が、何しやったっけとかってね、そんなことにならんわけですよ。ね、あれ何線やったっけ、赤部線か、ねね、そんなことにはならんわけですね。まあ、そのあたりがありますけど、赤車がここでも走ってますね。はあ、旧川戸駅じゃ、あ、川戸じゃない、高戸って読むんや、これで。こっちの方に来てたんですね。で、伊勢車。へぇー。なんか、いよいよ三重っぽくなってきましたね。亀山で伊勢で四日市って。へぇー。こんなんあったんや。面白い。まぐれ市。市っていうのは言葉に弱いですかね、四日市市民は。まあでも四日市ってね、言葉があるってことは、おそらく、それ、あ、ここに、ハイキングラインに乗ってますね。せっかくだからこれ、
伊勢社寄ってきたいですね。再び飲むや。中は何になってますね。あ、こんにちは。あれ、遠方からですか。あれもしかしてカンコレ関係とかで。ああ、やっぱし。いや、これが伊勢社ってなっとるわ。ああ、めっちゃすぐ近くなんや。これですね。どこから浮かせなのかな。昭和5年には、この、四季浸ってますし。あ、すごい。すぐ横でしたね。伊勢社。伊勢社でいいんですかね。それとも伊勢の森とかですかね。こういうのね、ありがたい、ありがたい。ありがたい、ありがたい。ね、再びの宮、長井伊勢社ですかね。長井伊勢社は天神としての、天照と大海の神と、地神としての、後よけの御神。あ、これ、内宮と外宮とですね。両方ですね、押さえとるんですね。いわゆる、内宮と呼ばれるのが天照大海の神。で、外宮の方が、外宮ね、内宮、外宮ね、正式な。豊受けの大神が外宮ですね。まあ、これはさすがに名県民ですか、わかりますよ。という。で、ご神体を持った。あ、ですね、本当に伊勢の真空と、ね、あれなんですね。現存するだけですよ。だから分子してるんですね。西暦1700年頃、宝永か。お伊勢参りでね、まあ、やはりお伊勢さんまで参ると思ったら、それはここからですね、神山からね、伊勢やったらあれですか、秋神山ってなると、やっぱりね、ああ、なるほど。ここから、私たちも伊勢に向かいますよと。で、無事帰ってきましたよという報告をするところと。で、お伊勢参りの叶わない人たちのお参りのお宮として。そうした300以上の前から本地域の氏神様として、羽鳥神官を守れてきたものです。本在の社は昭和48年、小宮山小学校の造成事業に伴い、旧社の、位置より南東へ数十メートル転出するもので、4月14日と、10月29日、地元自治会長により祭礼が行われています。10月29日って結構すぐですね。今日10月21日ですね。来週ぐらいに行われるんですね。平成23年春、壁線の復活を、壁駅祭の復活を記念するとともに、再びの願いが叶う御宮として、地域復活の世界の願い、再びの宮と称し、木製額を掲げましたということなんですね。そうですね、壁線といえばね、まあ、三重も名勝線でね、何度もね、災害で赤字路線に苦しみながらね、やりますけど、それでもなおね、ちゃんと、復活させてね、走らせてる、ね、伊勢ほぎつまでまた復活しましたからね。そういう意味では、ここもね、鉄路がこう復活するというのはね、それはそれでまた、見てみたいですね。で、これ、伊勢の森。すごいですね。こんなちっちゃい、まあ、小規模なところではね、ちゃんとこれ水がね、ざーっと出て、常に、新しい水が出るような仕組みになってますね。この前いたところは、押して棒をブシュッと出して、それをすくってっていうか、試着ですくってっていう感じだったんで、なかなか新しかったんですけど、すごいですね。お刺身はこんな感じで、ね、まあ、細かいのがあればですけど、大体ね、大体この129円、ね、まあね、神様にお頼みするんでね、やっぱジュースの1本を買えるね、コンビニでジュースの1本ぐらいを買えるね、おじいちゃんにしとかなあかんかなということでね、こんな感じにしてみます。お水以外も買えますね。おいお茶も買えますから。無事、お参りを済みましたけど、これ、こんなところに、おみくじも引けるんですね。いや、あれ、やけど、おみくじも入ってないかな。あら、残念。まあ、でも、ちゃんとね、まあ、ジュース代を入れときましたから、これでね、無事、まあ、何せ私、これからお伊勢の方に帰らないといけないわけですから、今日中に帰れるのかな、鈍行で。こんなところでゆっくりしとったらあかんでしょうって言うとですね、長い、これは、再びの宮。最近できたものみたいですけど、どういうあれなの、旅、こう、あれですね、手を合わせて、こうするといいっていうことなんですかね。こういう塩梅ですかね。こう、合わせて。で、まあ、女性の方が、こっちが女性用かな、こっちが男性用の手で置いて、こっちが女性用の方が置いて、こう合わせて気づけ。
ね、絆というような感じなんでしょうか。とりあえず四日市役場の方を目指していきましょう。